どうも、行ってみたい中国語は国士無双13年待ち、アジサイキルノです。行ってみたい中国語は優位層、霊夢だよ。行ってみたい中国語は第3、庭園、マリサだぜ。やってきました、ゆっくりテーマ料理選手権。いや、歓声が長いな。まあ、仕方ないよ。前回はウプ主が念願の初優勝したんだし、今後二度とないかもしれないからね。今のうちに祝っておかないと。何甘いことを言っているんですか？え、もちろん、狙うは2冠、そして殿堂入りですよ。やりますよ。うおお、キルノなんか燃えてるね。勝負ごとには全力なタイプだからな。まあ、あいつは放っておいて簡単に企画説明でもするか。久しぶりにお願いします。それでは、5本ゆっくりテーマ料理選手権とは、その名前の通り、決められたテーマの料理を参加チャンネル様が作り、視聴者様に投票してもらうという企画だぜ。それで、優勝すると次のテーマを決めれるんだよね。ああ、そうだ。先月の優勝が我々だったから、今回のテーマを決められるわけだが、今回は前回のリクエストが多かった中華にするぜ。ちなみに前回のゆっくりテーマ料理選手権の動画はこれだからぜひ見てくれよな。宣伝をつ。っていうか、中華いいね。だろ、普段中華なんてやったことないからな。これを機にチャレンジしてみようぜ。それでもって、今回参加してくださるチャンネル様はこちら。初めて参加される方が2人も。そうです、ありがたいことに今回も新しい参加チャンネル様がいらっしゃいます。そして変化は参加チャンネル様だけではありません。勝利の栄冠にも同じことが言えます。だからこそ全力で臨まないといけません。ということで今回も頑張るぞ。お、それじゃあ今回も張り切ってレッツ料理。さて今回何を作るかですが、今回は油淋鶏を作ります。油淋鶏？何それ？必殺技？まあざっくり言うと、唐揚げをネギの醤油ソースで食べる料理ってところだな。え、そのままでも美味しい唐揚げを進化させるの？絶対美味しいじゃない、楽しみだ。今回は初の中華料理、なおかつ初の揚げ物なので気を引き締めていきましょう。それじゃあ材料紹介から。今回使う材料はこちら、鶏肉、今回はもも肉です。卵、ネギ、あとは調味料各種です。基本的なレシピなのでいい感じにアレンジしていただければと思うんですが、いろいろ試作した結果、お酢だけは穀物酢か米酢などの酸味のはっきりしたものを使った方がいいと思います。それじゃあ調理に入りましょう。まずは鶏胸肉1枚の硬そうな筋を外してあげます。面倒くさいですが、この工程をしてあげると丁寧かなと思います。まあ普段はしないんですけど。面倒くさいもんねー。よし、筋が切れたら、適当な大きさに切っていきます。若干包丁の切れ味が落ちてますね。また、研がなきゃ。想像以上に苦戦しましたが、鶏肉のカットは大体で OK。唐揚げなので、多少ミスしても油がカバーしてくれます。鶏肉が切れたらボウルに入れて、ニンニク、生姜大さじ1杯ずつ。チューブでも、すりおろしでもどちらでもいいです。料理酒大さじ1杯。卵1個、あとは片栗粉大さじ1杯を入れて揉み込みます。このタイミングで片栗粉を入れることで、揚げるときにつける片栗粉がつけやすくなり、ザクザクの衣ができやすくなります。で、このまま常温でもいいんですが、キッチンに冷房がないので冷蔵庫で寝かせておきます。さてこの時間を使ってタレを作っていきます。油淋鶏のタレの主役はネギ、上と下を落として一本丸ごとみじん切りにしていきます。油淋鶏のタレのネギは細かいのも美味しいですが、ちょっと粗くても美味しくできます。今回はちょっと粗めです。ネギが切れたら、ボウルに入れて、醤油大さじ2杯、米酢大さじ1杯、ごま油大さじ1杯、生姜小さじ1杯、あとは混ぜるだけ。これでタレの完成。そうこうしているうちに15分ぐらい経ったので、揚げる準備をしていきましょう。バットに片栗粉をひいて、
鶏肉を投下。片栗粉をがっつりつけていきます。気持ち多めにつけて、余計な粉を落とせば OK。それじゃあ、すべての粉をつけ終わるまで、パーフェクトフリーズ。これで、衣付けの完成。それじゃあ、揚げていきましょう。フライパンに油を少なめに入れて、今回は揚げ焼きにしていきます。これで、後処理も楽。なおかつ節約だ。それでは、しばらく飯テロンをお楽しみください。どうぞ。お腹が減る音ですね。ちゃんと火が入ったら、油を切ってキッチンペーパーを引いたバットに上げていきます。これで、ザクザク衣の唐揚げの完成。熱々を食べたいので、早速盛り付けていきましょう。お皿に脂肪と糖の塊を高さを意識して盛り付けて。タレをたっぷりとかけて。小さい海苔とお弁当のサラダ代表で彩って入れ忘れた唐辛子でカッコつければ、これでユーリンティーの完成。ということで完成しました。ユーリンティー、見るからにカリカリの唐揚げとネギソースの白さが入るね。それじゃあ霊夢先輩、お上がりよ。早速いただきます。香ばしい匂いと生姜の匂いが鼻孔をくすぐるよ。触ってわかるカリカリの唐揚げにタレをたっぷりのせてっと。はっはっ、熱々。うまーい。カリカリの衣に歯を立てるとじゅわっと出てくる肉汁、それに絡むネギのタレ、白米が欲しくなる味だ。さっき炊飯器の白米全部食べたのは先輩でしょ。しまったー。私としたことがー。それなら、早炊きで炊くか。わーい、マリサ、神仏黄色まんじゅう、おい。まあ、いいか。私も白米と食べたいからちょっと待ってろ。ごちそうさまでした。ということで、後でゆっくり白米と一緒に食べていくよ。ということで、今回はユーリンティーを作ってみました。初の中華、揚げ物でしたが、やはり油は正義ですね。今回はコラボ企画なので、他のチャンネル様の動画を見て、概要欄の投票フォームから投票、リクエストお願いします。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。前回のゆっくりテーマ料理選手権の総投票数が281、リクエスト数が112でした。この記録を更新できるようにチャンネル登録含めて、投票お願いします。Twitter、Instagram で途中経過をつぶやく予定なので、そちらもお願いします。結果発表動画はこのチャンネルで10月の頭ぐらいに行うつもりなのでお楽しみに。それじゃあ、バイバイ。